皆さんこんにちは、西村直樹です。今日もウィーナースタジオからお送りしています。今日2015年7月の28日火曜日、今日の数波の言葉は調和魔法、調和魔法です。そして今日の BGM はジョンズドリーム、漂流です。私の作品の中で最も、好きだというファンの人が多い曲ですけれども、この漂流、もともと高知県、今は土佐清水市になっておりますが、はたく土佐清水の、当時14歳だったジョン万次郎が、漁師でありましたけれども、遭難して捕鯨船に救われて、そしてアメリカ本土に渡り、自由の素晴らしさ、普通の平民の人が大統領にまでなれるという、まあ、そういった自由の素晴らしさを知って日本に命がけで帰ってきて、そして日本の人たちにその自由の素晴らしさを伝えた、まあ、坂本龍馬もその一人ですね。そして、東大の前身である学校の大学の専門学校の、まあ、英語の先生で最初に辞書を作った人でもあります。まあ、そういった話もしながら、この8月9日日曜日午後1時半から戦後70年鎮魂と平和の祈りコンサートを開催いたします。全国各地からたくさんの方が来られる予定です。もうコンサートをあまりしなくなったせいなんでしょうけれども、そういった全国各地から来ていただけるということがとても感謝しています。この今流れている漂流ももちろんですが、世界音楽巡礼を26年間してきまして、その先々で作った曲、先々でのいろいろなまつわる話などもトークまたなおもしながら、曲を演奏したいと思っております。そして私の人生の中で大きな出会い、それは五栄華と出会った、それが大きな私の音楽を変えるきっかけになったとも言えると思います。高野山金剛流五栄華栄冠であります谷本昇龍先生、この先生との五栄華の世界も皆さんに知っていただきたいと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。